代表の鍵谷に代わりまして、ご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。本日は、ご多忙にもかかわらず、B レジェンドカップにご参加いただき誠にありがとうございます。本日、開催の日を迎えることができたことを大変喜ばしく感じております。本大会は、これからコンテストを出場を目指す方、コンテスト初心者の方により、コンテストを身近に感じていただければと思い、大阪ボディービルフィットネス連盟様全面協力のもとに開催を企画いたしました。本大会の、入賞者6名には B レジェンドプロテインとアパレルブランドレジェンズのアイテムを、優勝者には、B レジェンドの、年間サポート券を、贈呈いたします。皆様の今後のチャレンジにプラスになれば幸いです。B レジェンドカップをきっかけに、来シーズン以降本格的にコンテストへぜひチャレンジしてください。皆様の健闘を心から、お祈り申し上げます。2019年9月16日株式会社リアルスタイル、代表鍵谷武史、代読上野拓人です。
はい、すいません、この、審査結果の集計の間にもろもろ告知事させていただきたいと思います。本日、ステージの、こちら左手で、ブースを出しております。今日の勝利者賞、が、藤谷さんのミルキーとのコラボプロテインなんですが、そういった、商品の試飲なども、こちらでできますので、ぜひ今のタイミングとかもね、そちらで試していただけたらと思います。あとタンパク質足りない方は本日、プロテインバー300円にて販売をしておりますので、そちらもぜひ、ご利用いただければと思います。はい、他にですけど、B レジェンド、今は、ネット販売が、メインなんですが、この9月から、ドン・キホーテさんでの取り扱いがスタートしました。で、すでに、もう店舗さんの方には納品をしてまして、あとはそこの店長さん次第で、タイミングで並べていただく、ような形になりますので、ぜひネットだけではなくて、そういったドン・キホーテさんでもお買い求めいただけたらと思います。はい、全国でまだ一部の店舗なんですが、かなり散らばって、東京もですし、大阪の店舗さんにも、納品をさせてもらってますので、その辺もぜひ、チェックしていただけたらと思います。はい、というところですかね。あとそうだ、大事な話なんですが、この B レジェンドカップ、第2回について、来年も、開催がもう決定をしております。来年の9月、まだ会場の、抑える段階、なので、いつというところは明記はできないんですが、来年の9月に、また行います。そして、このアスリートモデル部門を、女性の方も、開催をしたいと考えてますので、ぜひ今からのご準備をお願いいたします。
まあ先ほどからお伝えしている通り、今回のこのビレジェンドカップの、開催の経緯としては、これから例えばメンズフィジークだったり、ボディービルに挑戦したいけど、ちょっとその JBBF の関連の大会は敷居が高いかなというふうに思っている選手がたくさんいらっしゃるという声を、巷でよく耳にしまして、そういったところから、そういう方々に、その辺 JBBF の大会にチャレンジ、してもらえるきっかけに、なれればなというところでの、開催が発端となっておりまして、でそこで、大阪連盟の小川さんに、相談をしていただいて、この会が開かれているという背景がございます。で、来年以降も先ほどお伝えした通り9月にもう2回第2回やるという話をしましたが、今回は男性だけですが、女性の中でもそういうふうに感じている方が多くいらっしゃるかなというところもよく聞きますので、そういった方々にどんどん参加していただきたいなというふうに考えております。で、先ほどから、最初にもお伝えした通り、このパンフレットの中にも広告載せています、スコルテックウエストでの同じカテゴリーの、開催、こちらも、同じような意図がかなり、大きいですので、この B レジェンドカップだったりこの、スポルテックカップオープン、こちらをどんどんご活用いただければかなというふうに、考えております。表彰状優勝三木祐介殿、あなたは第1回 B レジェンドカップ選手権大会において当初の成績を収められました。よってここにこれを表彰します。令和元年9月16日株式会社リアルスタイル代表鍵谷武史、おめでとうございます。